今回の1127話に関しては、まあおそらくは謎の国の冒険、まあだからこれ巨人の国の冒険とか小人の国の冒険的な、はっきりエルバフだと分かる言い方にしてないってことは、なんかそれにも意味があるのかな。ここはエルバフじゃないことの下になったりしてんのかな、分かんないけどね。まあ謎の国の冒険というね、話が始まっていきまして、巨大樹と漢字で書いてユグドラシルというワードが出てきているんで、まあ北欧神話前から分かってましたけども、改めて北欧神話のオマージュが多くなりそうなね様相してきていると。ユグドラシルとロキっていうキャラクター、もうその2つでもうだいぶオマージュするつもりなんだろうなっていう感覚は受けますけどね。そのままその名前を使っているっていうことはみたいなね。じゃあ光の神バルドル出てくんじゃないかとか、ロキの愛人のアングルボザっていう巨人族の女性が出てくるんじゃないかとか、でそれの息子としてフェンリルっていう狼、ヨルムンガンドっていうヘビ、上半身は綺麗な女性なんだけど下半身が腐りきってる冥界の女王を得るっていうやつとかね、ロキ周り、ユグドラシル周りにはいろいろなキャラクターが いますのでね、その辺がこう採用されていく物語になるのかなとか、あとはガリバー旅行記っていうののオマージュっていうのがドレスローザでもありましたけども、巨人の国に行ったガリバーの物語っていうのがね採用される可能性もあるんじゃないかみたいなのもね考えながら、北欧神話方面、ガリバー旅行記方面とかね、その辺からこういろいろ考えていきたいなと思っている次第でございます。まあなんかガリバー旅行記っぽいなっていう表現は今のところなかったと感じておりますけどもね、この後どうなっていくのか。巨大な女の子とか巨大な男の子みたいなのが出てきて、ナミとかがお世話してもらうみたいな方向性になっていったら、なんか完全にガリバー旅行記っぽいけどね。でそのままこうなんか見せ物にされてしまって、で王様の目について、王様とこう謁見して、でその女の子とかその子供ごと王室でこう面倒見てもらえるようになるみたいな流れがこう来たら、で最終的には巨大なワシが助けてくれるみたいな流れが来るんだったら、それがガリバー旅行記っぽいけどね。まあそれで言うと、その巨大なワシっていうのと、ロジャー海賊団のあの巨大な卵、あそこからワシが出てくるんじゃないかって、それがシャンクスが空飛ぶ移動手段にしてるんじゃないかっていう考察したことあるんですけど、まあその話で言うんだったらね、最終的にはエルバフに巨大な大ワシでシャンクスが来て、閉じ込められているルフィたちを助けてくれるんじゃないかとかね、そっち方面のね、話とかも考えれるようなところなのかなって。で、あとは作品本編の流れで言うと、ちょっと謎はかなり多かったですね。まあバイキングの兜被って、太陽の紋章みたいなのをつけてる、盾みたいなのつけてそうな雰囲気の、まあ、バイキングたちはなんか耳神様とかね、あとは太陽神様に報告した方が、こんな話をしきりにしていると。太陽の神ニカが信仰されているとはいえ、なんかいろんな神様がいるのかな、耳神様、花神様とか口神様とかいろいろいる可能性があったり、じゃあ太陽神に報告って誰のこと言ってるんだとかね、まだエルバフすらが定かではないこの謎の国のバイキングたちが話していることっていうのが非常に意味深であるのと同時に、どういうことなんだっていうのがわからない状態であると。まあこの辺の情報っていうのはね、ある程度こう記憶に留めておいた上で進んでいきたいっていうところでございます。前回1126話の時点で、おい波起きろと言っていたのはおそらくはゼウスだったということが、まあここで判明していきましたと。でルフィ、ゾロ、サンジ、ウソップと行方不明になる、これここででもチョッパーを呼んでないね。誰か助けて、ルフィ、ゾロ、サンジ君、ウソップでもいいこの際で、これサンジとウソップの間にチョッパー入りそうじゃん。ということはチョッパー、ベガパンクとかクマとかの治療をしてたから、サニー号には乗ってなかったって話なのかな。やっぱり何がチョッパー呼んでないのは違和感あるよね、ちょっとね。でまあアブさんを飲んだことで幻覚の可能性も否定しきれなかったわけですけども、幻覚だったらこれこいつらだって偽物なんだろうみたいな感じでウソップが立ち振る舞おうとしたら、重くそしばかれて地平度入ってぶっ飛ばされてるんで、まあ幻覚ではないことが確定していたと。幻覚じゃないんだったらこの状況何なんだっていう話なんだけど、それが何にもわからないまま1127話は進んでいき、しかも答えが明かされることなくフィニッシュしましたね。この城の中だけの物語じゃなくて、城の外の状況も多少はわかる描写もあったんで、この城に掲げられている旗の特徴とかもちょっと意味深だったり、であとはそのこれが一つの城とかじゃなくて、もうこの国のその街並みっていうのが全部レゴっぽいんだよね。まあ一能力者でそんな街作ることができるのかっていう、まあそれで言ったらね、ドレスローザでシュガーっていうのはドレスローザの国にいるほとんどの民たちにロボット動くおもちゃっていうのを供給してたわけだから、街全体に能力が及ぶっていうことはね、今までも結構描かれてきたことではあると思うし、もう最終章になってるんでね、能力というのは他に影響を与えるみたいなさ、それのもう最たるもののやつがどんどん出てきてもおかしくないとは思うんで、まだ何とも言えないですけど、まあどうなのかっていうね、まあ街全体がレゴの国に来ちゃう
ちゃっているということでございます。まあ、その上でこのキャラクター、猫が化け猫になってライオンになる、でぶっ飛ばしたら縮んで猫に戻るみたいな、まあそんな感じだと思いますけどね。それか別々なのかな、上にいた猫と下にいるライオンは別々なのかもしれないですけど、いずれにせよだね、同じ王冠をかぶってる感じで、今言った三段活用みたいな猫化け猫ライオンみたいな話なのか、猫化け猫っていうキャラクターと猫ライオンっていうキャラクターみたいなのがなんかたくさんいるみたいな設定のところなのか、まあ何にせよとにかくわかんないけど、レゴみたいな部屋で動物に襲われてんすよね。でルフィたちはライオンとかじゃなくてウサギに襲われたらしいんですよね。めちゃめちゃでかい耳神様って言われている。でそれプラスなんか蜂の兵とかも来たらしいんだけど、蜂もぶっ飛ばしたし、ウサギもぶっ飛ばして食っちゃったし、で今回このライオンもぶん殴って気絶させちゃったし、で今食おうとしているって話だね。ビーガンも真っ青のね、麦わらの一味たちが。でまあさっきもお伝えしましたけど、弱肉強食っていうものをね、この中では弱いナミとかウソップとかから書いて、でそれを上回る強いやつが出てきて、それを上回る強いルフィたちが出てきてみたいなね、なんかこう弱肉強食を綺麗に描いてる感じはするよね。司会ので言うと、あの空島の入りとかのルフィたちがいて、マシラみたいなのがいて、で超巨大ガメみたいなのが出てきて、それこそ弱肉強食みたいなさ。でそんなことやってたら、何百メーターとある翼の生えた月の人のシルエットみたいなさ、で全員で逃げるみたいなやつあったよね。あ、北欧だからムーミンみたいなキャラ期待してた。いやこの後出てきたりするんじゃないですかね、その北欧系で有名な会社とか作品とか、なんかそれこそ言語とかさ、食べ物飲み物もそうだし、文化とか建物とか、北欧のこう詰め合わせみたいにはなりそうだよね多分ね。北欧神話だけじゃなくてね、そっち方面もいろいろ考えてみても楽しいんじゃない。現地の人が神様と崇めているその動物を食ったわけですから。まあそれこそノーランドとカルガラみたいなその争いにはなりそうだよね。後々こう意気投合するにしても、第一印象は最悪ですよね。とんでもない野蛮な奴らが何百年と続くこの歴史の中で神様とされる動物っていうのを食っていったみたいな話だよね。その冒涜はすごいよね。とんでもないものだよね。なんか日本に来て桜の木片っ端から切る外国人がいるみたいな話だよね。なんかね。日本は桜を神とは崇めてないけど、なんか神聖なものだったりするじゃん。桜の木は切っちゃいけない、持ち帰っちゃいけないみたいなさ、それをなんか物ともしない異文化のやつが来て、自分が生きるためだとか食うためだとかっていう理由でなんかそれを滅ぼすっていうのはね。つまりこの後麦わらの一味は、少なくともこの選抜隊のね、この5人っていうのは、ルフィ、ゾロ、サンジ、ウソップ、ナミの5人は歓迎はされないというか、とんでもない方向に行くでしょうね。謝罪を言われるのか、まあルフィとかはね、謝罪とかって言うんだったらすぐ頭下げるんでしょうけど、なんかいろんなパターン考えられるね。なんかバラティエ編とかもなんか似た感じではあったけどね。なんか恋ではないにしろ、なんか悪いことをしちゃって、じゃあお前雑用だ、1年間皿洗いしろ、雑用しろみたいな言われて、ルフィが雑用させられるみたいなね。なんかいろんな方向性、まあね、ワンピースはいろいろな物語が今まで描かれてきたんで、まあいろいろなあの時のパターンっぽいかな、あの時のパターンっぽいかなっていうのは予想できると思いますけど、なんかこう想像はできるよね、ちょっとね。耳神様を食べてしまったことで、この巨大なライオンとかをぶっ飛ばしてしまったこととかを償わなければいけない、なんか状況に追い込まれるみたいなね、決闘を申し込むみたいな話になるのかな。ドレスローザとかの話で言うと、それこそ天下一武道会的なね、コリーダコロシアムみたいなのがあったりするんですけど、なんか巻き込まれたりするのかな。エルバクの戦士の決定はこういう風に長年決めてきたんだみたいなさ、ドリーとブロギーの決闘もそうだったけど、まあ、戦うしかねえんだろうけどね、エルバクの戦士たちは。でそこにルフィもゾロもサンジもウソップもナミもなんか強制的に参加させられるとかね、例えばね、いろいろな考えができそうですけど、まだまだこう謎に包まれまくっている。どんな国なの？今私たちはどこにいるの？サニー号とチョッパーはどこなの？ロビンたち、ジンベイたちは無事なの？みたいなさ。でその上でサウロに会うロビンと、編み傘の男と、ロードポーネグリフの情報、本当にサウルは知ってんのか握ってんのかとかさ、そんな中でロキっていうのがね、どうやって動き始めるのか、もう動き始めてるのかね、それかね。でユグドラシルってじゃあ何なんだ、なんでユグドラシルがなくなるとこの国が終わるのかとかの理由付けとか、海洋神への報告っていうね、どんな文化なのかっていうね、どんな歴史がエルバクにはあるのかっていうのを聞きたいよね。ヨルルとヤルルが幼きビッグマムに殺されたことは知ってるんだけど、それまでの話とか、ヨルルとヤルルが死んだ後の話とかね、
ビッグマムが引っ越した後の話とかね、まあ、知りたいことは山ほどありますので、トネを知っていきたいと。でその上で多分おそらくですけど、まあ、麦わらの一味とエルバフの民たち、ロキとかドリブロギとかも含めたエルバフの民たちだけで終わる話とは思わないですよね。それこそじゃあ海軍のね誰が来るのかとか、本当に来ないのか、じゃあクロスギルド来るんじゃないか、シャンクス黒ひげ来るんじゃないかとか、革命軍が来るんじゃないか、ビビと合流するんじゃないかとかね、何らかの外部の誰かも絡む話だと思ってるんで、ね、外部の誰かも絡む話というか、もう全部絡む可能性すらあるんだよな。こっから巨大な戦い編に進んでいく可能性がね、ライオンが太陽神の可能性もあるけどね、あロキとローラのね、ユグドラシルは空島に繋がってる可能性ね、ハイウエストの頂っていうのがどこにあるのかっていうのはまだ分かってないですけどね。ノックアップストリームで空島に行く方法は全員助かるか全員死ぬかどっちかだと、ゼロか100かだと。ただハイウエストの頂を登っていくやり方をすると船員は必ず減ると、必ず船員を見せなければいけないみたいなさ、そのハイウエストの頂とユグドラシルっていうのがもしかしたら関係するのかどうかとかもね、その辺とかも気になるところだ。いやとにかく楽しみですね。新しくエルバフ編が始まっていきましたので、これがどんな物語になるのかで、ここであまりにも想像できすぎちゃうと予想ができてね、楽しくないなって思っちゃうと思うんで、私の好み的にも何が何だか分かんない国に行った方がなんかこうワクワク感は高いかなっていう、ね、ところがありますので。リバーティーボーンさん、320ありがとうございます。シャンクスの手配書の目線とロメオが短歌切った後の目線は何か意味ありますかねと。シャンクスの手配書の目線とロメオが短歌切った後の目線、ロメオが短歌切った後の目線って前回のってこと？このこと言ってんだろう。シャンクスってなんか左側向いてるみたいな手配書のまあ目線があるじゃん。なんかかっこいいんだけどね、あれね、インスタ映えしてんだけどね、あのシャンクスの手配書の顔あるじゃん、あれちょっと目線左にやってるめちゃめちゃイケオジの三本傷の赤髪の男っていうサムネでさ、あの絵使うと3割増しで伸びんだよなそれぐらいあのシャンクスの手配書のあの顔ってめちゃめちゃかっこいいんだよ。あの手配書かっこいいからああいう感じ、まあ、流し目とかに小田先生がなんか意味を込めてるみたいな話なのかな。黒ひげを見てるようにしているとか、政府を裏切るようにしているとか、なんかそういう意味がなんかあるんですかねみたいな質問なのかな。例えばシャンクスってね、初登場時にこのすねに傷がついててなんか縫ってるみたいなね、よく見るとすねに傷があるのがまあシャンクスなんですけど、すねに傷っていうのがまあことわざにもなってて、過去に何かがあることを示唆してるんじゃないかみたいな、すねに傷を書いたということはこういうことを小田先生が書いてるんじゃないかみたいな考察はいろいろされてるんですけどもね、まあどうなるのかっていうところだよね。それが小田先生が意図して書いてるのか、たまたまただ書いただけなのか。この流し目に関しても私の中では今のところで、シャンクス、そのロメオが短歌切った後の目線っていうのは何なんだろうな。シャンクスの手配書の流し目の目線とロメオが短歌切った後のシャンクスの目線ってことかな。なんかちょっと前回の1126話でこの件は俺というチンピラが勝手に四個に立てついて殺されただけのよくある話でページめくって、俺だって見たかったルフィ先輩が海賊になる姿にっていうところで、薄めというかぼんやりと見るともなくバルトロメオを見てるようなシャンクスの表情が描かれるんですけど、なんかそこと比べてどうですかみたいな話なのかな。確かに手配書は一番左向いてますと。でその前回のシャンクスは黒目っていうことで言うと左からこっちに映ってきてます、正面になってますと。正面より若干左ぐらいの、これってなんか関係ありますかみたいな質問なのかな。ちょっとわかんねえな、あんまり。なんか流し目っていうことで何かを表現するとか、それこそ常に傷っていうことで何かを表現するみたいな狙いはあるかもしれないし、あとは黒ひげとセットで書かれてるから黒ひげとの対比みたいなね、対比みたいな感じで書くこともあるかもしれないし、いろんな可能性があるんでしょうけども。